空想委員会でボーカルと委員長をやっております三浦と申します。皆さんご機嫌いかがでしょうか。まあもう簡単に言いますと、この番組は、まあ、その空想委員会の音楽の大好きな人でライブに行きたいんですけれども、周りに空想委員会のこと好きな人もいない方ですね。でなかなか現地 その会場で友達作るのは難しいことかもしれないので、自分の周りの友達を空想委員会のファンにこうしちゃって、で一緒にライブに連れて行こうと、それをこう一緒にやっていこうという講座みたいな番組ですね。そうですね、その実際に私がこの音楽にハマっていった経緯は、僕の友達がそのあるロックバンドを好きで、それの、この洗脳というか教育させられてここまで来てますので、僕の実体験ですね、それを講座としてやろうと思ってます。毎週火曜日と金曜日に放送があるんですけれども、1回の放送ごとにテーマをちょっとこう絞ってありまして、で1段階ずつこのステップアップしていけるようにこうプログラムを組んであります。ですのでこの番組に沿って順番にこう学んで実践していけば、おのずと1ヶ月後には結果が出ると思っております。まあそのライブの楽しみ方は人それぞれだと思うんですけれども、やっぱりこのライブ後にですね、親しい方とライブの感動を分かち合うっていうのは非常に素晴らしいことだと私は思っております。この番組と一緒に頑張ってですね、ぜひ4月14日のエリスリキッドルームでお会いしたいなと思っております。新番組三浦委員長のそこまでやって委員会、どうぞよろしくお願いします。誰